おはようございます時刻は10時を回りました FM 技能湾防災防犯番組ライフサポートラジオお送りしますお届けするのは FM 技能湾スタッフ田辺由紀ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えしますこの番組ではご意見ご感想を受け付けております防災防犯に関する豆知識日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いませんメールアドレスは797 fmginowan.com 数字の797アットマーク fm 技能ワンドットコム。fm 技能ワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。また、サイバル放送リッスンラジオもスタートしています。いずれも fm 技能ワンのホームページから見ることができます。 またスマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで検索してみてください全国のラジオ局から FM 技能案を選曲しお聞きください完全に同じものをお楽しみいただけますではこの後はお知らせや新聞記事から防災防犯情報をお伝えします ではまず琉球新報1月24日の総合面からです備えの想定外地点草津白根山噴火草津白根山で23日に発生した噴火災害は日本人が火山の危険と隣り合わせで暮らす現実を改めて浮き彫りにしました周辺自治体に一定の備えはあったものの 噴火したののは想定外の地点2014年の御嶽山や噴火以来国や自治体がさまざまな対策を進めますが専門家はまだ十分とは言えないと指摘していますスノーボード中に噴火に遭った男性60歳は日本人は誰でも被災者になるんだなと思った。 と搬送先の病院で振り返りました空中を舞う噴石に一度は死を覚悟しましたが左上の左腕の骨折で済みました生きていてよかったと声を絞り出しました気象庁などによりますと噴火したのは23日午前9時59分ごろ 噴石が河口から1キロを超えて飛散したことが確認されておりこれが当たるなどして1人が死亡11人が重軽傷を負いました草津白根さんは気象庁が常時監視し活動状況に応じて噴火警戒レベルを発表する38の火山のうちの1つです有志以降小規模な噴火を振り 繰り返し。千九百八十三年には水蒸気噴火も起きています。昨年六月。活動が低下したなどとして警戒レベルが。河口周辺規制の二から。活火山であることに留意。の一。に引き下げられました。ただ監視カメラなどが設置されていたのは。エメラルドグリーンの火口庫。河口湖。 湯釜、ま、今回噴火した元白根山の鏡池は湯釜から約2キロ離れカメラは向けられていませんでした噴火は想定外だったということです群馬県や県内の自治体はハザードマップを作成危険予測地図を作成防災無線や避難号 シェルターを各所に設置して緊急事態に備えていましたが生かしきれませんでした村の担当者はハザードマップの見直しなど検討が必要になるだろうとの見通しを示しましたはい、本当にねこの男性あの えー、角ボ中だったという男性の、ね、お話にもありましたけれども本当にどこにいてもこの地図でね、えー、噴火警戒レベルを運用している38の火山を見ますとね分布図を見ますともう日本中ですねはいどこに行っても本当に絶対安全という場所はなさそうな地図となっております。でね、それに、えー であるのでこの対策をしているんですけれども難しいですねまたねこのどれぐらいの有資以降安全のようなに見えても、まあ、3000年とかねぶりに噴火したりとかねありますから、はい、でもそういう時に、えー、もちろんこの村の担当者の方 えと専門家などなどあの対策をお願いしたいんですけれども一人一人が、ね、心がけられることもチェックしていきたいなと思います、えー、御嶽山の噴火災害を受け政府は15年2015年に改正活動火山対策特別措置法を施行。 草津白根山を含む全国49の活火山の周辺自治体や観光施設に登山客や住民の避難計画を作るよう義務づけていますしかし自治体に火山の専門知識が乏しいことや火山活動が長年停滞している例が多いことから対策はなかなか進まず全体の3分の2が作成の途中ということです ハザードマップすら未整備の自治体もあるということです。はい。えっ、ー、とね。そうですね。ハザードマップ、そしてね、あの宜野湾市にもハザードマップありますので。えー、こちらはね、あの噴火の備えではないんですけれども。総合防災マップというのがありまして。 保存版の、ね、分厚いものがありますので、ぜひ市役所などでまだお手元にないという方はもらってください。えー、と詳しく地図が載っていて、えーと、各災害に備えた地図が分かりやすく記されていますので、ぜひ手に取ってみてほしいと思います。地震への備えでしたり土砂災害 そして、えー、津波災害など分かれて載っていますのでまだ見たことがないという方はぜひ見てください確認お願いします。 最初の記事は草津白根山噴火の記事をお伝えしました。 それでは今日は宜野湾市総合防災マップ保存版から避難行動要支援者のためにというページをお読みします災害が起きて避難するときに要要支援者の方々を災害から守るために地域で協力し合いながら支援していきましょう 高齢者や寝たきりの方のために、緊急の時はおぶって安全な場所まで避難しましょう。複数の介助者で対応しましょう。不安を取り除くように声をかけましょう。次に、車いすをご利用の方のために、階段では2人以上の協力が必要で、 上がりは前向き降りるときは後ろ向きにして移動しましょう介助者が一人の場合は紐などを使用しおぶって避難しましょう目の不自由な方のために緊急のときには声をかけ情報を伝えましょう。 誘導する場合には杖を持った方,杖を持った方の手には触れず肘の辺りを軽く持ってもらい半歩前をゆっくり歩きましょう耳が不自由な方のために話す時は口の開け方をはっきりと相手に分かりやすいようにしましょう手話筆談身振りなど の方法で正確な情報を伝えましょう次に避難所での三つのマナーをお読みします避難所には家と違ってたくさんの人たちが集まります勝手な行動をしたり周りに迷惑をかけるようなことはやめましょう皆さんが不安な時を過ごす場所ですのでお互いに協力し合って過ごしましょう 一、譲り合い避難所は限られたスペースしかありません怪我をしている人や体の不自由な人たちなどに場所を譲り合いましょうまたトイレの順番なども譲り合いましょう二、助け合い怪我をしている人や体の不自由な人また病気の人なども避難所には集まります健康で元気な人たちが先頭に立って みんなが快適に過ごせるよう助け合いましょう三思いやり大きな声を出したり走り回ったりすると周りの人たちの迷惑になりますお互いに思いやる気持ちを持って避難所では過ごしましょう宜野湾市では避難行動要支援者を登録し関係機関や 地域でサポートする制度がありますあらかじめ、えー、この制度ご確認いただきたいと思いますお問い合わせは技能安市災害時要支援者避難支援対策協議会電話892-6525社会福祉協議会内にあります電話 八九二六五二五。そして、えー、続いて避難時の八つの心得。一、安全な避難路の確認をしましょう。避難所までの経路はあらかじめ自分たちで決めておきましょう。安全に通行できるかを確認しておきましょう。 この時にね防災総合マップなども参考に地震の時津波の時土砂災害の時どの道で逃げるのかというのを確認しておきましょうポイント2非常持ち出し品の事前の準備をしましょう避難する時の荷物は必要なもののみとし事前に準備しておきましょう ポイント3正確な情報収集と早めの行動ラジオテレビで最新の気象情報災害情報避難情報に注意しましょう雨の降り方や浸水の状況に注意し危険を感じたら早めに行動することを心がけましょうポイント4避難の呼びかけに注意しましょう 危険が迫ったときには、市役所や消防から避難の呼びかけをすることがあります。避難の呼びかけがあった場合には、それに従ってください。ポイント5。お年寄りなど避難に協力を。お年寄りや子供、障害のある人は早めの避難が必要です。近所のお年寄りや子供などの避難に協力しましょう。 ポイント6動きやすい服装2人以上での避難避難するときは動きやすい格好で2人以上での行動を心がけましょう長靴は禁物です紐で締められる運動靴が良いでしょうポイント7車での避難は控えて原則徒歩で避難しましょう 自動車での避難は緊急車両の通行の差が妨げになりますので特別の場合を除きやめましょう。ポイント8足元に注意浸水している場所を歩くときは探り棒などを持ち側溝や排水路に転落しないように注意してください。 こちら宜野湾市総合防災マップに詳しく載っていますのでぜひ宜野湾市役所でもらってください。では一旦 CM です。 ライフサポートラジオ FM ギノワンよりお送りしております。今日は一月二十五日、先週は一月十七日ということで、阪神淡路大震災が二十三年前に起こった日でした、えー。それをきっかけにね、防災やボランティアについて考えられるようになりましたけれども、まあ、その一つ「一日前プロジェクト」という冊子からお読みします。 こちらはねあの体験談が載っていますもし1日前に戻れたら被災者が皆さんに伝えたいことが書かれていますでは阪神淡路大震災に遭われた60代の元市役所職員さんのお話です出勤か救助か悩む誰かがジャッキー12人助ける 私の家はつぶれなかったけれども周りはほとんどつぶれました立場を考え出勤すべきか迷った挙句、その日は夜まで救助活動を続け12人助けました家の下敷きになった人を助けたのですがその助け方が難しいんですよ上から行ったら人の重みがかかって危険なので下から潜り込んで助けるんです木造の建物などは 針にジャッキを噛ませたりしてね最近大きなジャッキであ失礼しました最初大きなジャッキでやろうとしたけど重たくて扱えないそのうち近所の誰かが小さいジャッキを持ってきてくれたのでそれを使ってちょっとずつ持ち上げていきました車のジャッキも使いましたが安定が悪くて案外使いづらかったんです で頭が入るぐらいの大きさまでになったらそこから潜っていくんですが余震があるからこれがかなり怖いんです私は田舎の百姓の育ちだったからできたけど町の人には難しいやろうね、えー、救助するのか出勤するのかまず悩んだという元神戸市職員の方の声でした。 もう一つ、えー、今度は平成13年芸余地震に遭われた元消防団員の方の声です。あんたがやるんよわざとスコップ持たず地域の見回り地震のあと地域の見回りをしているとうちのがれきは誰が片付けるんって声をかけられました。あんたがやるんよと言ったら不満そうな顔をされましてね。 私は被害はそれほどでもないのに自分の家の瓦も自分で片付けない人がいるんだなとちょっと残念に思いました。でそれからはわざとスコップを持たずに歩きました。被災して人に頼りたい気持ちはわかるけどどこでも地震が起こる可能性があると言われてるんやからみんながその気になって用意せないかんと思います。 うちの自治会では自分たちで泥を作れるようにグランドゴルフ場のそばに砂を用意しているし、一番山の上の自治会なんかは防災倉庫を作ってそこにスコップなどの道具をいっぱい揃えています。そこの会長さんは、消防はすぐ来やせん。ここまで来るのに20分はかかるだろうから、その間はわしらでなんとかせないけん、といつも言っていますが、 本当にその通りだと思いますね芸妖地震に遭われた元消防職員さんのお話でした1月15日から21日はちょっと過ぎましたけれども防災とボランティア週間でした この、ね、阪神・淡路大震災きっかけにボランティア活動があのすごく注目されましていざという時にねすごくボランティアの活方が活躍されてえっ、ーえー、とですねその被害を被害からの復旧や えー、被災地の復興をを、ね、早める大きな役割を果たしたしとということですで、えー、被災地における受け入れの体制の、ね、整備も、あのー、課題になってきましてその整備を、えー、十分準備できるようにといういろんな制度とかも出てきております。 地方公共団体では災害ボランティアの登録制度を設けたり登録されたボランティアに対する災害時および災害時の活動について補償制度を整備したり災害ボランティアに関するマニュアルや手引きを作成したりされていますその他、災害ボランティアなどと定期的に意見交換を行う場も設けられています 消防署消防庁でも毎年災害ボランティアが活動しやすい環境の整備について関係者が意見交換を行う場を設けられていますボランティア活動に関心のある方は身近で活動するボランティア団体へ訪問したり活動,し活動支援のための募金地域の自主防災組織への参加など一人一人が できることから少しずつ参加してみてくださいライフサポートラジオ 安心・安全な生活を送るために、FM 技能湾より田辺幸がお送りしました。いざという時に行動できるように備えましょう。それではまた来週この時間にお会いしましょう。